京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のイーデサターン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何がいくでしょうか。ダイナマイトダディ前に行きそうです。これに続いてナイキコマンダー、その外からビッグファイト、オレンジの帽子カフェレース、その後ろニュースシルビア、そのうちに続いています。その外にスタビライザー、緑の帽子メジロブロッサム、その後ろすぐ隣にスイートダーククラウドシップ、そのうちに続いています。その外にオートリエネンノーブルトーク、後ろからになりました。内からは西のバイオ、黒の帽子カワチトリビュート、その後ろ最後方に木製シプレー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はミューキトップラン、スイートダーク、ほとんど差がありません。ダイナマイトダディ3番手ノーブルトークいい位置、果たして先頭を捉えるか。ミューキトップラン先頭、差はほとんどない。2番手はダイナマイトダディ追いすがる。さあノーブルトーク一気に来た。メジロブロッサムいっぱいになった。あと200m、先頭はいいでしょうか。ノーブルトークまだ後ろ、ちょっと厳しい。スタビライザースタビライザースタビライザー1着、2着にはどうやらメジロブロッサム見事に勝ちました。スタビライザーノーブルトーク完敗です。着外に沈みました。本日のメインレースの発走です。スタートしました。東証マルファ、これは好スタート。マイスーパーマン、ちょっと出遅れ。大方の予想通り花を切ったのは東証マルファ。東証マルファ競りかけていきました。その外に千両役者、森のライデン、そのうちに続いています。その隣に秋葉サイクロン、リンド星、そのうちに続いています。内からはマイスーパーマン、その外から大活流星、内からはノーマースピーディ。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。ナルシスノワール、2番手は防衛ソブリ、セミウンパレード、3番手バンブーメモリー、いい位置です。さあここからどうか。ナルシスノワール先頭、差はほとんどありません。2番手は防衛ソブリ、先頭を捉えるか。バンブーメモリーいい足、ここから勝負をかける。バンブーメモリー頑張る。あと 200m、 バンブーメモリー伸びてきた。防衛ソブリ必死に追う。2番手は防衛ソブリ、バンブーメモリー、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。バンブーメモリー1着、2着はノーマースピーディー、これが G1 馬の実力だ。バンブーメモリー。競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に体感するのは果たしてどの馬か。
G1 ビクトリアマイルいよいよ発走です。さあ最後は大外枠の雪のサンライズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、ウエスタンシャイン前に行きそうです。ウエスタンシャイン競りかけていきました。その外からジャックジュピター、内からはカッティングエッジ、緑の帽子メジロバリュー、その後ろ、その外にアイチルビー、さらにはマイネシリウス、その後ろにセイオリンピア、アグネス聖火、それに続いています。その後ろからはビクターガール、これに続いてスイートウィンド、すぐ後ろにアクティブブルーム、さらにはメジロモントレー、黄色の帽子エレクトロアート、その後ろ、その後ろからはエイシンサニー。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭は雪のサンライズ、リードは6馬身ぐらいあります。雪のサンライズ一人旅、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。雪のサンライズ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はイクノディクタス、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはりイクノディクタス先頭だ。最後の追い比べ、先頭はイクノディクタス、イクノディクタスさらに突き放します。2番手はアイネシグス。